上野恩賜公園に来ています。一般的には上野公園と言いますけどね、桜で有名なところです。もう桜は全然残っていないです。今日は上野動物園にパンダを見に来ました。まだ1時間ほどありますので、上野公園を一周してみたいと思っています。その前にちょっと喉が渇いたのでスタバに入りました。アイスコーヒーです。これから主なところを回ってみたいと思います。まあ1時間ありますから十分に一周できると思います。今日はすごく暖かいんで、日向ぼっこをしてる人がいっぱいいますね。私も半袖です。正面に見えているのは東京国立博物館です。私も3回ぐらい入ったことがあります。正面に見えているのは本館なんですけど、この隣、左側に平成館というのがあります。平成館を入ると広い階段があって、この階段が結構有名なんですよ。最近ドラマではですね、半沢直樹の彼の勤めている銀行の階段という設定で、ドラマに何度もこの階段が出ていました。正面に見えてきたのは国立科学博物館です。私は一度入ったことがあるんですかね。娘と一緒に来たような気がします。確か恐竜を見に来たような気がします。この緑は春を感じますね。このちょっと左のところにですね、野内英世像があるんですけど、しっかりと写すのを忘れてしまいました。正面の建物はレストランです。ここは世界遺産にもなっている国立西洋美術館です。建築家のル・コンビジュエの作品です。彼の作品がある7カ国で1つの世界遺産を受けています。現在日本は25の世界遺産がありますけど、20番目に世界遺産になったところです。実を言うと私は世界遺産検定2級を取得しています。あの建物は東京文化会館です。コンサートホールですね。主にクラシックをやります。なんか音響がですね、クラシック向きな音響だそうです。私も3回ぐらい来たんですかね。まあ、ずいぶん前の話になりますけど。この建物は寛永寺です。徳川家ゆかりのお寺です。
関東大震災や太平洋戦争の被害もあったんですけど、修繕をしてるそうです。結構広そうですね。実は私入ったことないんですけど、今日も時間の関係でパスします。最後は上野東照宮に行ってみたいと思います。1627年って書いてありますから、400年ぐらい前の建物ですね。今カメラが前に倒れたのは、私がお辞儀をしたからです。家康、義宗、義信って書いてありますけど、3人を祀ってるんですね。まあ3人とも有名な人ですよね。3番目に書いてあった義信は大政奉還をした人ですね。今、感染病が流行ってるんで、こういうのは使えませんよね。さすがに立派な建物ですね。中に入れないのが残念ですけど、私もお参りをしてきました。ここはですね、出世とか勝利とか健康長寿に特に御利益があるそうです。もうすぐ入園の時間になります。ご視聴ありがとうございました。